今日は5時からなんだけど、平日のみんな平気？仕事中？まだ仕事中だったり帰り道だったりなんたりなんたりしてます？会議が終わったところ？じゃあまだ仕事終わってないじゃん。あ、今終わった？家で仕事してる？あら、5時ってね、有給消化、ほんと。まだバタバタしてますよね。もちろん仕事してる人も多かったりしますし、だから基本的に6時からの方がみんなは見に来れやすいのかなって思ったんですけども、今日はでも長くやりたいなと思ったので、ちょっと早めに、1時間早めに、よく6時からやってるんですけど、早めに配信をしてみました。なんだっけ、ショールーム、このに日曜日とかできてなかったので、日月土日なんか2日間くらいできなかったから、今日は長めに7時くらいかなまでやろうかなと思います。口の色ないな。ガネキか。うん、いった感じで、あ、なんかこれリングライトがはみ出ちゃってる。神々しい。あのね、後ろを見るとだいぶ短いってわかるよって美容師さんに言われたんだけど、どう？あ、一回転しちゃった。どう？短くない？でも私自分でさ、後ろ見れないからさ、わかんないんだけど、短いらしい。後ろを一番切ったみたい、今までの長さ的に言うと。あ、本当？短い？そう、後ろは15くらい切ってるって言ったら、10か15か。らしい。でもなんか髪の毛が引っかかっちゃう。傷んでるのかしら。1、2、3、シャイ。1、2、3、シャイよ。ウィーゴー。結構切ったのよね。あんまり。あ、そう、伸ばそうかとね思ってたんですけど、気が変わりました。なんか気変わっちゃって、特技なんですけど気が変わるの。そうで、今日の 前髪はあまり好みじゃないです。まだ伸びないな。なんかこう見たら普通なんだけど、こうやって喋ってたら
なんかやっぱこのフィルター的に気になっちゃう。なんかまあまあ、まあまあ、まあこんなもんですかね。今日の合格点はこんな感じ。だってこうやっても前髪って伸びないんだもん。結局難しい。今日も前髪は本当はあのいつものピンで押さえたいんだけど。でも変じゃないのね、わかるね。それは美容師さんが切ってくれてるから。変じゃないのはわかるんだけど、なんかこうちょっと落ち着かないみたいな、わかる。今日は時間があったので、あのお昼寝をしようかと思ったんですけど、ワンピース見ちゃって昼寝できなかった。やらかした。やらかしました。プンプン。そうなの。どこまで見たかって言っていいの？サメの中に人。ヒント、サメの中に人。あそこドカーンドカーン、大きいところドカーンドカーン、サメの中に人、わーってところです。これネタバレしちゃいけないんだよ。ネタバレしちゃいけないから、ワンピース今見てる人、見始めてる人のためにネタバレしないように今頑張って。このこれで伝われと思って、サメの中にって言って、歌って、おのおのキャーゴムよーってとこです、今。そうそう、これ分かったくない。これワンピース見てる人、これ伝わったと思うんだけど、伝わんない？これ分かんないか。やってよ。まずサメの中に人っていうのがもうめちゃめちゃパワーワード。分かったらいいな。こんにちは。分かったらいいな。よいしょ。そう、でも楽しい、面白いですね、あれは。ワンピースは。あ、このこれ紫よくわかる？だいぶ紫なんだけどね、ここの携帯になるとね、茶色になる。あ、ここで喋るもん、こうやって喋ったらいい私、今日。これ紫わかる？
わかる？うん。頭に乗ってるの？何も乗ってないですよ、頭に乗って頭になんて何も乗ってないですけど何にも乗ってない。BGM 流そうかな。星がならぬように、 Keep my face はとけない、そりゃね雨からの朝は異常だし、言わないで化け物だって気にすんな、星が。これにしよう。全然違う。わかる？このこれ、今さっき iPad で流したんだけど、スピーカーは音質がいいわね。JBRL 、うん、最近紫色の髪が流行っているのか知らない私はしたい髪色に勝手にしてるんで、誰がどの色が流行ってるのかあまりわからないです。痛いです。でも上手になりたいから頑張って潜ってるやってんだけどな、ただ凝ってしまいました。だからここが凝っちゃうんだよね。こうできたらいいんだけど、姿勢よく。ロバート山本さんじゃなくてロバート広志さんなの、おもろい。最初みんな山本さんって呼んでた気がするんだけど、私なんかひろしさんって呼んじゃって、でもそっからみんなひろしさんって呼んでた気がする。どうだろう、本番もみんなひろしさんだったと思うんだけど、違ったかなどうだったっけ。みんなひろしさんだったよね、ほらな
仲良しなの。今日はまた違った楽しい感じにオープンレコはなりそうですね。なんだ最近そういうゲーム配信にゲームのとこに関してすごくこう賑やかになっててっていうか、なんていうのかな、賑やかになってて、なんて言えばいいのかな、こう一昨日大会に出たりとか、なんかそういう交流があったりとかしてて、なんか、まあ、卒業前と比べてしまうんだけど、卒業前とは違ったオープンレック配信をお見せできれてるんじゃないかなと思いますね。なんかこうやってコラボとか増やしていけたらいいなって思うし、いろんな人に知ってもらうきっかけを作っていくのは大事だなと思うからね。共演ね、なんかそういうのでどんどんちょっと交流できたらいいなって思いますね。ちょっと私も知名度上げるの頑張らないといけないと思います。ショールーム勢には私のゲーム配信はどうやらあんまり響かないようなんですけど、うん、見に来てもらえたら嬉しいなと思いますね。みんなにも。テレビでよく見れた人たちと一緒にしてるの不思議。なんかそれこそ今ってテレビだけじゃないなって思いますね。私はそういうとこも含めてなんか型にはまらず自由にやっていきたいのよ。私はけどね、とってもとっても難しい。自分の実力も上げなきゃいけないし、ゲームに関しては、うん、楽しいことしたりとかね。やっぱ思うのが、怖いなって思いますね。めちゃ思う。みんないろんな世間に忘れられたりとか怖いなって思うから、うん、今はやっぱり卒業したっていうのがあって、こういろんな人に見てもらえたりとかするけど、それをちゃんと経験値とか何か大事な一回きりじゃないようなものにしていかないとなと思う。今のところ5年は来てない。じゃあ
ンのみんなはね本当に優しいのよ。これからも飽きないでほしいな。え、本当に飽きる要素ない？本当に？本当に？これだってさ、一人の人が10人かい、10個のアカウント使って書いてるとかじゃないよね。実はみたいな。違うか。ただ悲しいんだけど違う。そうそう、銃窓みたいな。大丈夫だよね。だったら悲しいわよ。飽きられないようにするの大事だから難しい、難しいし、その見てくれてる人を大事にしながら物事、新しいこととかをしたりするのも実はちょっと難しい。いろんな人とさ、例えばコラボしてってもなんかその難しいわよね。やっほー。うん、でも言いたいことやらせてくれとは思うんだよね。自分が言いたいことに対してそれやりたいと思うんだけど、難しい。難しい。難しい。だって最近だったらさ、そのなんだっけ、最近だったらさ、乙女ゲーム配信するって言っただけでさ、そんなのするのみたいな。いや、おもろいだろってやったことない。なんかさ、いいじゃんって、そんなの。いや、難しいと思った。難しい。難しいのよね。乙女ゲームだよ。だから難しいのよ。なんかそのコラボ配信してほしいっていう声もあれば、なんかそういう
飲みたくないっていう人もいて、二次元もダメだし三次元もダメだし、こうなるね顔が。でな。すごくね理解できるんだよ、言ってることっていうか思ってしまう気持ちっていうのは理解できるんだよ。でもなんか私が新しいことをして離れて行ってしまう人がいるのってすごくなんかこうもどかしいなって思うわよね。そう、でも配信者においてさ、それって配信とかにおいて普通に遊ぶだけでもさ、だから難しいなと思いますね。私が可愛すぎるからそう。私はどうしたらいいのかなと思って、気になっちゃうんだよね。私も私で気になんか気にしいだから、なんかそういう人たちがいるのをこう、うん、っつってなんかポイってできない、ポイじゃないけど、あ、そうなのね、バイバイってできない、あんまり。難しい。でも友達欲しい。人脈は増やしたいよね。いろんな人にも知ってもらいたいよね。難しいよね。難しい。難しいね。そう、だからこれ人まだ言っていいのか分かんないんだけど、きよりコラボ配信するんですよ、お誘いいただいて、オープンレックで。誰って言っていいの か、 なんかまだ誰も言ってないから、私もまだ言わない方がいいのかなと思って。誘われ側なんで、私だって言えるわけじゃん人に、すいません、今日から今日ゲームしませんか、なんか言えない。言えるわけないじゃん、ゲームでも何でも言えないよ。言えないよ。そう、しませんかって言われて、せっかくお誘いいただいたので、あ、でぜひって言って、僕たち知ってる人、いやわかんねえ、どうなんだろう、知っ
ってるんじゃないかな。知ってないんかな、わかんない。あ、そう、アトバルズではないんですよ。うん、で私は知ってましたね。その皆さんの、そうスプラトゥーンです。だからなんか。名推理でもなんかしてこの人かな。そうスプラトゥーンなのよ。プロじゃないとかさ、正直なんでもいいよね。プロかな、あ、プロかも。配信してる人にしてってだよ。プロかも、プロだ。あ、ヒント？もういる。プロもいる。もプロもってことは2人じゃないぞ。4人でさ1人漏れるじゃん、私が入ったら。やっぱ感染してんの1人で。チームじゃないよ。アキネーター始まってんだけど。それはエーペックスもやってる方ですか？はい、いいえ、その人はチームに属する方ですか？はい、いいえ。この人ですか？いいえ、みたいな。アキネーターでね、実は自分の名前調べちゃったことありますね。そう、ピンポイントで聞いてくるやつね。すごいよね。そう、そうなの。だからちょっとね、楽しみ。だし、しちゃう人たちとか、気持ちやっちゃう方って。え、そうじゃないの？え、そ
うじゃないの？え、それおしゃべり会があったらさ解消されるんじゃないの？え、違うの？え、そうだと思ったんだけど違うの？あ、そうなの？ワンワンがあったらさ、みんな喋れてハッピーじゃないの？あ、そうだと思ってた。だからなんか私も急いで進めなきゃと思って。違うの？あら、バスケみたい。それ3-on-3じゃないの？こんちゃー、こんちゃー。それはそれ、これはこれ、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの。これジャイアンか。違うのか。そうか、違うのか。まあ、じゃあ私が罪な女ってことでいい？見てたらそういうキャラクター。結婚しよう、ラスベガスについてかな、スプリー結婚し、あ、まだ踊れる。あ、まだ踊れる。あ、まだ踊れる。コラボなら見る、見ない全もいれば、コラボなら見る全もいるし、好きにしてよいじゃないですか。はい。背中かゆ。はい。いいお返事、楽しみ。じゃあ普通に楽しむわね。しまったかしら。終わってないわね。なんか忘れるのも悲しい話ですよね。なんかちょっと、でもね、卒業公演でやった曲はもうあんまり覚えてない。前のめりとかも全然覚えてない。踊れるわ。
体が覚えてるのってすごくない？でもさ、働いてたりとかさ、同じことをやってたこととかって結構身に体が覚えたりとかしてんのかな。私さ、高校生の頃バイトしてたんですけど、バイトしてた頃ってなんかこうなんかね、お皿4枚持ってたのよ。それってもう今でもできたりすんのかな。お皿4枚なくてできない。なんかね、こうとこうで、こう2個持って、で、それをこう平たくしてこう、ここでも3つでしょ。で、あの普通4つだったの。こう、あ、持てるわ今でも持てんのかなってやったらもう持てたわ。ここで、ここも使うの、ここも。いや、教えちゃってんだけど、やり方。すごくない？でも今でもできるかな。え、何モテキって？皿4枚持てたらモテキなの？え、何ボケ？え、何どういうこと？え、何？え、何どういうこと？いっぱい持てるから持ってきってこと？え、そういうこと？4枚持てるから？必須は2枚だけど、4枚持てるから持ってきってこと？あー一番やっちゃいけない、このボケ解明みたいな。いや、分からなかったね、最初は。最初は分からなかったのよ。申し訳ない、ごめんなさい。はい、すいません、すいません。やだな、自分がボケ。私はボソッとボケ言うくらいが好きだからな。すいません、マジレッサーしちゃいました。今日はそんなわけでコラボ配信をするからね、画像を作らなきゃいけないのかなって思うんですよ。そういうアイコンとかサムネイル作り、どなたとコラボされるかは今内緒にしてる今みんながみんなのことを内緒にしてる。特に意味もなく、多分言っていいんだと思うんだけど、言わない方がちょっと今面白いかなと思って今言ってないです丸みさ背負ってるあゆ太郎のサムネ、どうやって作るん？作ってよそれ。でもサムネイル作った方がいいわよねと思って、今 iPad を触ってます。昼のうちにしたら、さっき決まったんだもん、だって。
いつもサムネイル iPad で作ってる。あ、そう、なんかね、前からお話はしてたんだけど、なんかどうですかって、何日以降でみたいな。で、今日はってちなみに急なんですけどって、頑張れば。いつでもこいついいよって言うなみたいな。そうしよう。そうです。9時から今日は。こいつみたいな、いつでも来てくれるのもなあって。そう、あ、プンプン配信ってオープンレック配信ってことね。ちなみに暇人と思われる。間に合わないなと思ったんだけども、バレる。確かに私よく作業配信やってましたよね。確かに。もうなんだこれ、ね、何これ、どうしたらいい。
星集めの時、あゆ太郎さんの作業配信見た？え、何やってたんだろう。それでいいなって思ってくれるのありがたいですよね。なんだろう、3分で作るわ。え、待って、やっぱ4分って、いや、もう頑張ろう。これあと何分ですかね。これあと何分ですか。いや、これめ、いや、いいんだ、いいと思うよ、これこれ、いいと思うよ、これ。うわ、これいいじゃん。え、これ、もういいかな。え、見せたい。え、これどう？ねえ、いいと思うんだけど。え、これ見せたでもね、名前をもう打ち込んじゃった。
って。え？なんかさ、画像緑になったんだけど。え？画像緑になったんだけど、何？え？なんか画像緑になっ。じゃないですか。隣の人の画像がさ緑になっちゃったんだけど、なんで？え、なんでこれ？私じゃん。こう隣の人なんだけど緑になったんだけど、なんでこれ？いや戻したらもうないのよ。え、なんで？ダメですね。できた。ちょっと無理くりだけど、いやちょっとこれ楽しみみたいな。てかもうつぶやくか、もういいか、興味ない。確かにいつ見れるんだろう。
い意味でとても賑やかな方々だと思ってます。私はあるよね。私自分の LINE iPad からさ、開けないんだよね。開けたわ。配信名何が終わったわ、やっと
よし。これでいいのかしら？なんか私さ、ね、ツイッターって、あ、これか、はい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 、今行きますよ。あれ、なんでタイトルこれになってる。おーい、なんで勝手にタイトル変わっちゃうの。ネタバレしない、ネタバレしない。はっ、できた。今つぶやくから待ってて。ツイッターするまで待ってっていうのにさ、勝手に見に行くんですか。一生懸命打ってるのにさ、なんでツイッター待ってって言ってくれないの。許せないんだけど。さあ、何なの？まあ私は聞いてましたけどねみたいな。言わなくていいだろ別に。すぐになる、もう我先に先陣切って見に行くんだから。いや、誰々に似てきたとかじゃなくて、じゃなくてさーって感じよ。
本屋か。よし、できた。うん、ツイート。どう？どう？サムネ。ツイッターのアイコン。皆さんの。上手。よし、できた。いや、予約配信してるの偉っ。え、ツイートできてるよね、これ私、ツイートしてるよね、これできたよね。どう？はい、できてる？上手、画像。上手？下手？上手？下手？上手？下手？そんな上手くない？ちょっとパッて作りすぎた？こんなもん、サムネって。でも、もうちょっと何かできることはあった？黒文字じゃない方が良かった。大丈夫？ほんとかわいい。そう、 iPad でいつもこうやってね、なんだっけな、アプリ使って配信の。なんかね、みんな男性なんですけど、3人とも。いつかは女性の配信者さんともコラボしたいな。まあ異性、性別関係ないんだけど別に。いつから決まってた？8月入ってからくらいかな。で、っていうのを誘ってもらってて、で、なんかオンラインリグマの後ぐらいからでみたいな感じだったかな。
まだまだショールームはあともうちょっと配信したいなと思うので、ちょっと私の市場というか仕事だっけなんかしてしまって申し訳ないせっかくのショールームなのに何しようかな。さ、こういう音ってなんかこう気分いいですよね。私もあの ASMR とかでさ、こういう、あ、これさ、あれじゃないの、イヤホンをさしてさイヤホンをさしてカタカタに近づけ、マイク近づけたいい ASMR じゃない。ちょっと待ってよ、今からこれキーボードの元へ。どう？どう？エンター私のね、キーボードはなんだっけな、こうあんまり厚みがないような、なんかあんだよね、キーボードに赤軸、青軸、茶軸みたいなのがあるんだけど、何軸か忘れました今片方ってこうやってマイクでだってそんな両手でやってないよ、片方さ、だってこうやってさ、マイクこうやってキーボードの上に置いてこうやってやってたから、そりゃ両手では打ってないよ、うん、そりゃね手3つあったらいけたけど、何軸って言うんだっけこれ、あ、外しても分かんないよキーボード。ね、こう押した感があるのとかこうあるじゃん、こうちゃんとプッシュするタイプの手よりかは、なんかこうちょっとゲームしてた時もあったので、キーボードで私はなんかあんまり薄い方が手が届きやすい、指が届きやすいっていうか押しやすい、手がねちょっとあんまり大きくないから、うん、疲れちゃうかなと思って、であと音が好きなのを選びました。何かはね忘れました、使ってるキーボードが何軸かっていうのがバレたらちょっと家バレちゃうんでちょっとこの話はここまでにしておきたいと思いますIP アドレスがバレちゃう、はい、ちょっとネットの住所みたいなものがバレちゃうんで、個人情報だからね。なんて書いてある、裏にね、裏は、裏はメイドインチャイナって書いてあります。あ、これじゃない、クリッキーって書いてある、クリッキーじゃない、でも違う、私のさキーボードがさ何だろうが何でもよくない、ちなみに、ちなみにどうでもよくない？ねえ、
揃いにしたい。いやだったらね全然、あ、そうクリッキーだわ。あークリッキーだ。クリッキーっていうのがあるのよ、ロジクールのゲーミングキーボードのやつに。押し感、その押しやすさみたいなのをまた選べる。だから一つのキーボードの中にまた3種類くらいある。なんかこういうキーボードってなんかよくわかんないですよね。だから電気屋さんでこうやって「これ!」って買いました。いっぱい押して、屋さんでいっぱいツンツンして、こうやってなんかで、こうやってマウスはあの人が使ってたんで配信者さんとかがはもうなんかもうね、もう教科書っていうか、なんかもう一律これみたいな感じぐらいみんなそのマウス使ってて、ゲームだのゲームのマウスは。でなんかちょうどワイヤレスマウスを探したの、こういう離れてるやつね。で私ずっとなんか長い線ついてたね、有線ので、邪魔くせえなってあのなりたくやめようと思って、軽い、しかもその軽いマウスなんだっていうのを知って、あ、軽いマウスなんだと思って、なんか手首とか疲れちゃうからこれ使ってます。でもこれさあ、ゲーミングマウス使ってるじゃないですか。で、え、じゃああやたろ Apex とかするん、これ一番 Apex とかで重宝してるのみたいな聞かれ思うと思うんだけど、すいません、これ一番してるゲーム馬娘です。もう何にも素早さとかいらないゲームをすいません一番やっちゃってますこれで。そうなの、便利ですけどね、まあ、ゲームやりたくなったらこれでね、もうすすいすいすいってやっちゃえばいいし。でも一目ってのは娘です、これ。あちゃー選択してるね。そうそう、そんな感じ。キーボードもあれなの、ワイヤレスキーボード一応。そう、まあでも時代はさ、ワイヤレスじゃないですか、やはり。できることなんか、ヘッドホンとかイヤホンは、え、なんかなんていうの、ゲームしなくて音楽聴くとかだったら絶対にワイヤレスだし、イヤホンもゲームする時のヘッドホンとかワイヤレスだと、なんかここにその重たいのが入っちゃうわけよ、有線だからバッテリーみたいな。それがすごい、そこはやっぱ長時間するものだから、ゲームってちょっと疲れるから重くて、ゲームするときはもう絶対有線、遅延も気になるから絶対有線だけど、できることならでもワイヤレスの世界がいいよね。
軽いんだったりとかしたんだって。エアポッツなんかだってさ、つけてるかつけてないか分かんないからどっか転がってくんじゃないですか。あれほんと便利だよね、ワイヤレスイヤホンって。だからみんな転がっていくんだ。ほんと便利なものですね。スマホゲームとか馬娘とかしかしないから、よくなくしちゃうよね。新幹線乗ってる時がね一番ねなくすんですよ、エアポッツって、ワイヤレスイヤホンって。こう寝ちゃうじゃん、寝たらこうやって傾いたせいでコロコロって転がって、いつの間にかどこにあるのか分かんないみたいなのよくあんのよ。そう、片方だけねあるわよね。私も2年前くらいにそのエアポッツ、その時はしてなかったんだけど、エアポッツずっと使ってたらカバーみたいな入れ物ケースの中がの蓋が緩くなってしまってたか何かで、エアポッツ片方だけ道に落としてしまったんですね。そしたら車にひかれてたっていう、エアポッツが。そんな悲しい思い出も実はあったり、うん、悲しいわ。本当に泣いてひなたの家行ったんだもん。そう、いや、いやだ、泣きながら、ほんとガチ泣きで、そう、日向にガチ泣きしたもん。片耳だけあってもいいんだけど、うん、両耳ないとね、ほんとに。それであの AirPods Pro を無事っていうか、そう、買い直して片耳はあの姉ちゃんが持っていきました。これノリ冗談で言ったんだよ、この片耳しかないけどエアポッツいるって言ったの。だから、えっ、いいのって言って、なんかウキウキで帰っていきましたね、うちの姉ちゃんは。そう、でもなんかバッテリーがもうだいぶ傷んでたみたいで、結局姉ちゃんも買い直してましたね。うん、そう、子供いると両耳って逆にいらないらしいね、基本。片方でもね、ちなみに十分使えるんですよ。事情ですけれども、いや、私がさ今思ってることじゃ当ててみて、みんな今私が思ってることを当ててみてほしい、このスカスカな内容の。
昨日はね、美容院に行って外に出たわけなんだけども、5時半くらいまで食べるの忘れてて、こんなにお腹空いたら私すごく見て丸分かりなんだけど、そういう日もあったりする。あ、今日何も食べてなかったみたいな。で、食べてなかったことに気づくとお腹が空き出すんですよ。なんかでもいても立ってもいれなくなって、やばい、今日何も食べてない、あ、お腹空いた、お腹空いた、お腹空いたって頭の中があって、そうで、もう急いで何か食べなきゃってなってカツサンド食いました。発作起きるんだよね。あ、待って、もう何もできないんだけどって なるね。でもこれあるある、これあるあるですか。うん、気づかなきゃいいんだけどね、多分。いや、もういても立ってもいられなくなっちゃう。にはならない。そんなアヒル太郎と違ってそんなね大騒ぎ起こせないんですよって。そうだよね、ごめんね。食べるの忘れることないだよね。でもなんかたまにやんのよ、なんかそれこそ美容院行く前ちょっと寝坊しかけてとか。瞬間もう発作が始まるよ、仕事してても。え、お昼、お昼休憩まだってなっちゃうよ私。なんで ならないんだ。ならないか。あと3分だって、お昼ご飯まで。急いで購買行って250円の麻婆麺を食べるっていうのがあって、誰よりも早く行ってるね。え、あんまりなんていうの、その数は限りがあるのよ。そう、なんかもちもちのチョコパンとか。
何個くらいだろうな。お弁当あるのに、家族が作ってくれたお弁当があるのに麻婆麺食べてたからね。ほんと食いしん坊だったと思う。なんかお弁当って少なくない？ごめん。感じだったの。アイはまずここ全部ご飯がいいのね。米が少ないの、米が。2段がいいね、2段が。よいしょ。で、あとさ、冷たいとお腹いっぱいにならないあんまり傾向にないですか？なんかあんまり。なんかまだ足りないなみたいなならない？ない？スープとか持ってってたね。よく。そうなんだ。だから追加で食べてましたね、うん、パンとかお弁当、麺じゃなくてもパンとか、なんかデザートチックなパンとかよく食べてた。でむしゃむしゃ食べてたね。もちもちのチョコパンみたいな食べてた、うん、懐かしいわね。みんなの学校はさ、そのなんていうの、購買式なのか、なんかさ、学食なんていうの、ほら食堂があったりとかしたんですか？え、食堂あったの？え、いいな。え、じゃああったかいご飯食べるの？食べれるの？中学校までだったな。いいなぁ。やったかいの羨ましいよね。カレーとかうどんとか。どっちもないとかあるん？めっちゃ良くない？高校は学食あったけど3年生まで入れない。なにそれ。入れてよって言えばダメか。そんなことあんだ。へえ。いいな。抜け出してラーメン食べた。あ、それはね、高校の時にしたわ。ね、でも食堂羨ましいな。なんかやっぱあったかいご飯食べたいから、日頃から、うん、すごいね。
なんかでもさ、なんか年々地域によるのかもしれないけど、年々そのさ学習食堂がなくなったりとかさ、私もなんかないとこだったし、周りの高校もそんななかった気がするし、あとはね、文化祭家族しか入っちゃいけなかったんですよ、うちの高校は。なんだよそれってなったね。なんかこう平和を保つためにっていうか、そう、他の学校からね入れないの。なんか友達とかも呼べないし、あの行き来とかがなんか、ね、できるとこと、うちはだからできないとこだったんですよね。そうそう。いや、行くのはね、行ったことあった気がする。そうなの。それでね、なんだよってなったのも覚えてるし、え、ダメなんだって思ったのもそうだし、あとはなんだっけな、その文化祭でなんか出し物するじゃないですか。で、なんかさ、漫画とかやっぱ見てさ、え、なんかその焼きそば屋さんがあったりとかするのかなとか思ったらさ、あの、その自分たちで作る行為は禁止ですって言われて、うちの高校、もう何それってなって、なんかすごい厳しかったなっていうのと、厳しいなって思って、結局ペコちゃんのおやつみたいなのを販売した。そうそう、まあ衛生面とかねあるからね。なんかうちのとこはハロウィンが近かったのよ、だからみんなコスプレしてたの。なんか、え、どうしようと思って、なんか適当に買ったアリスのプレをしたのだけ覚えてる。他覚えてない。みんなコスプレしてたな、だから友達とか。私は体育祭、文化祭でなんか盛り上がる、なんか本気出すみたいなのをしたことないですけど、体育祭はね割と真剣にやってました。一生懸命みんなのこと応援してし、一生懸命なんか女子ってね、高校の時体育取りっていうのをやらあったんですよ、競技に、競技種目に。で、なんかそのさ、組ごとに戦うわけよ、年齢、その学年関係なし、女の戦い。真ん中にタイヤが何個かボン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 って置いてあって、で、この端と端で、あの、よう挑んで、こう真ん中にこう集まってタイヤ取るっていう。怖かったね、暴言が話せよみたいな。そう、怖いから、先輩後輩とか関係ないから。でも先輩怖いから静か、無言で引っ張ってたもん先生先生先生、あ、でもいるんですこれごめんなさい、うるさいってやってたね。もうなんかだからさ、そのすごくこう強い、そう、なんていうの、得意な人とかはもう転がすよね、味方、その自陣側に、はいってそういう強い先輩とかもいたはい、取ったよみたいなやっといてみたいな。そうそう、
から普通重くてとかあった気があったな。あとなんかその踊るよね、パフォーマンスタイムみたいな。でも待って、何踊ったか忘れてな。なんか海外の曲のなんかをなんか変なのって言っちゃった。なんかね、なんか踊るんだよ、なんかパフォーマンスタイムみたいなのがあって、こうみんな踊るみたいな。赤レンゴのパフォーマンスです、赤がやって黄色がやって青やってみたいな、こうなんかね、ほんとパフォー踊るんだよ。みたいな。キャンプファイヤーとかそういうのじゃなくて、なんかこうだから振り入れもあるの、振り入れあって、あのそれでなんかいっぱいなんか練習して、なんか踊ってみたいな。そうそう、でもね、何踊ったかね、めちゃめちゃ覚えてないです。マジで覚えてない。そう、ダンス部みたいに。で、なんか上手い子たちはちょっと前目にいて、私はもうめちゃめちゃ後ろにほうほうってやってました。そうし、なんかその体育祭のリーダーみたいなのあるじゃん、そういう係みたいな、そういうのはすごいこうギャルな子たちがね、率先してやってましたね。そう、私はもう隅に隠れて。そう、なんかそういうのあるじゃん、係、リーダーみたいな。クラス1人2人選出するやつよ。懐かしいわね。何やったかな、マジで覚えてない。マジで覚えてない。なんか、テン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 ってやつかも。ダンスできない。その時はね、ダンスできなかったの。まだあの目覚めてないからね。アイドルじゃないから。ちょっとひどかったと思うよ。もう誰も見ないでくれって感じだった。普通経験なかったらあんなもんだと思うんだよね。私はひどい方だとは思うけど、でも経験ない人ってみんなあんなもんだと思うのよ。絶対みんなもあんなもんだからね。やってみたらいいよ、サイドステップから。でしょ、やってみなさいよって。そうそう、サイドステップね。まあ、なんか表に出るステージに立つ人間として、まあ確かに未熟な時間だったけども、最初はね、あんなもんだと思うんだよね、みんな。ダンスの授業、私あったよ、中学校と高校で。なんか今日はなんだっけ、ライジングサンを踊りますって言われて、体育の先生にってなりましたね。いや、どうしてどうしてって、なんかこういうのしかできない、なんかこういうみたいな、こういうのでもうなんかこういう、なんていうの、ポップコーンみたいな技かな、なんかそういうのがあって、こういう蹴る、足を蹴るやつで、ですみたいな、無理なんだけどってなって、それ私あの NCT 入る前だからね。なにこれってずっと言って、なんか友達と。そ
でも、はい、今でもできないと思う。そうそう。いや、わかんないんだけど、それと突起っきダンスだった記憶しかないね。パヤパヤパパパパパヤ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 パパヤパヤパパパパパパヤ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 パチチチダメ息ばかりでなぜうつむいているの見上げればほらズズ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 ズね、こんな踊れるんだよ、突起ダンス。突起ダンスはね、マジで練習したから。がむしゃらな風になれね。そうだよ。じゃあね、突起ダンスもできたということで、ちょっと今度カラオケに突起ダンスがあれば、突起ダンスの歌を歌いたいと思います。今日は9時からコラボ配信があるので、今日はご飯を食べるためにこの辺で配信は終わりたいと思います。はい、ではランキング発表します。13位ひねひねさん、12位部長さん、11位つばめ返しさん、10位はちさん、9位ポポロさん、8位ハムちゃん、7位パンダのテイヨーさん、6位ケイヤくん、5位アグさん、4位サイさん、3位 JT さん、2位春風さん、1位まりもこさんでした。ありがとう。晩ご飯知らない。知らない、わかんない、わかんないだ。じゃあねー。